いや、今まで呪術廻戦の世界たくさん冒険してきて、力もだいぶ極め尽くしたんじゃないか。あ、パンダ先輩じゃないか。だいぶ本物っぽくなったな。まるでパンダ。ただそろそろ新たな力が欲しいな。ただ待ってくれ。なんだこの体にみなぎる重力は。あ、感じるぞ。新たな五条の力が。じゃです。今回も呪術廻戦の世界やっていくんですけど、今回は新たな五条を悟る。さあ、というわけで今回は、もうとんでもないね。クオリティの呪術廻戦アドオンがあると。それならやっぱ来るしかないでしょ。この世界に。な、パンダ先輩。だいぶ変わりましたね。おお、そしてそうだ、こうやってねしゃがむとね重力を出るんだよね。これかっこいいよな。もうこれだけでわかる。とんでもないクオリティ。じゃあまずは一旦このね五条の力を使うために陸眼を付与したいと。付与する方法はねこれしかないから、一旦ちょっとコマンドでさあ宿すぜ陸眼を。さあ来たぞ。そしてなんと俺の顔がなんか違和感すごいな。多分五条スキンとか使ってると似合いそうだけど、今回はちょっと俺でいくか。うわすごいな。でもかっこいいくらい。そしてあとはこのアイテム、これを使えば五条のね力をね宿すことができると。じゃあ早速これを使ってみるか。五条を宿していく。さあ技めっちゃ来たぞ。さあ見てみると、まずは五条のね殴り、そしてインフィニティ無加減ジュースか、そして領域展開もあると。なんだ痛い痛い痛い、ちょっとゾンビが。他の技もちょっと見る前に一旦じゃあ早速やるか。ゴージャのこの殴り。さあ、おおいいね。これで殴っていけば、うわかっけえこれがね、ゴージャのファイトスタイル。モーションえぐいな。そして他には、もちろんね、この、術式準点青、術式反転赤、そして、挙式系紫。派生も結構あるな。200% とかある。そして、これなんだやばい。俺の英語力が。まあ、使ってみればわかるか。そして、これでも機動力もすごいからだ。2段ジャンプとかできちゃう。ダッシュもできると。早速ちょっと夜向かうか。この世界を。夜にして。さあ、ちょっと敵倒してみるか。で、さっきのパンチは、単純なこのね通常のパンチで、そして強パンチやってみるか。さあ行くぜスケルトンに強パンチ。おおやばい、もうすでにパンチだけでかっこよすぎる。さあ行けパンチ。いいね。そしてこのね重力を練った状態でパンチをすれば、またね別のなんかカメラまでついちゃう。あ、とんでもねえや、かっこよすぎ。そして周りを蹴散らしていく。いやマジでかっこいいなこれ。そしてちょっと無加減術使ってみるか。行くぜ無加減術。うわさあなんかちょっと薄くもやまれてるのわかるかな。なんか若干ちょっとバリア張ってんだよね。おお今弓打ってきたなあいつ。さあ、うわ止まるね。これが無限、すべてを触れさせない。おらどうだお前ら、だからもう埋まっちゃってない。俺の反発エグすぎてなんか食らってるんだ。そして地味に俺から触れに行くことができるのか。だからこうやってで一旦こうやっていちいち張り直す時もこうやって衝撃が出るのがかっこいいな。でもちろんこうやって解除もできますと。で解除したらうわなんか解除する演出もかっこいいな。もう一回こっちの視点で解除。うおいいね。このクオリティよ。これ何なんだろうこれ。さっきのこれ使ってみるか。これも地味に強えな。これがあれか無加減ジュース貼るときに出てたんか。いやこの世界の領域展開とか強襲紫えぐそうだな。その力がどれだけ強いか気になる人はぜひチャンネル登録、高評価お願いします。早くかましたい無制限を。じゃあちょっとそろそろお待ちかねじゃない。使ってみるか早速術式。まずやっぱり術式順天青で吸い込んでいくと。ははははちゃんとこうやって地形すら破壊していく。すべてを吸い込んでいく。吸い込まれてたな今クリーパーが。でもちろんこれもねスニークして重力練って放てばいくぜ最大出力の術式順天青が見てくれ地形をゴリゴリ削っていく。一応ここにねどうやるかコマンド書いてあるから、あとジャンプクリックもあるわ。そしたらちょっと一旦ジャンプクリックやってみるか。ジャンプしてからの術式順天青。おおなんだあれか空中に出すのか。一回ちゃんとここに出して、これ吸い込まれっかな。あ、むずい。当てるのはめちゃくちゃむずいけどかっこいい。そして次アウト来たら術式反転赤やばい俺の語彙力がかっけえしかなくなってる今。次はちゃんと自分が見えるように術式反転赤。この派手なモーションがねもうマジでかっこいい。この迫力とんでもない。しかも火力じゃないこれで。この赤をなんか下向けばやってみっか。下向いて術式反転赤。さあおおなるほど。これで上にねこうやって飛ぶことができるのか。赤を足元に放って、そしてもちろんこの術式反転赤も最大出力でかませるからだ。最大出力術式反転赤相変わらず五条先生地形破壊えぐいな。これが最大出力の赤か。地面をえぐっていく。やばいもう五条先生の力使ってるともうこの世界が全て壊れていくわ。これが五条先生の力規格外すぎるぜ。さあじゃあちょっと試しに戦ってみるか。呪霊がいるしな。特級呪霊だ。ちょっと赤と青を使いながら。さあなんか開幕なんか待って、なんかスケルトンといい勝負してない。あそんなことないか。うわー敵も敵ですげえいって吹き飛ばされた。じゃあ俺もやるか。もう開幕いくぜ最大出力術式順天青で吸い込んでいく。さあゴリゴリ削ってって HP の減りいく何なんだ今の。やつも打ってきたのか、技を。それなら殴って、いやべ、痛え。割と痛いのか。うわ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 って、え、かっこよすぎ。敵がすげえこの特急地点が強く感じる。じゃあそれならやるか。最大出力術式アンテアーか。さあ次はやつに向かって肉弾戦をかましていく。なんだ殴り合いだ。さあからの、じゃあもうやっちゃうか。やつもう倒しそうだしな。締めはこの領域展開無料空所。さあ構えてそしてカメラも変わって、やばい、なんか俺がいない。どこの視点これ。ちょうどカメラの位置が。たださあそしてすごいかっこよすぎる。このクオリティエグすぎるだろ。そして発動して、うわ感動するぐらいすごいんだけど、とんでもないぞ。カメラアングルがいいな。上がるこのカメラアングルすごすぎる。なんだこれ。やつ、お、すごい、ちゃんと情報がすげえ流し込まれてるわ。この演出よ。出れないねやっぱ。ここでもう一方的に、だからこれできるんでしょ。この中で術式チュンって青で吸い込んでいく全てを。これかっこいいな。じゃ一旦解除してみるか。これ解除したらちゃんと割れて OK。 それでやつどこ行ったんだ。しれっと倒しちゃったら一旦ちゃんと映したいから、この朝に来て、ちょ、もう一回打ってみるか。ごめん、村人。すまんが犠牲になってくれ。さあ、もう一回。領域展開。無料空所。この構えいいな。ちゃんとこの指の形を再現してる。さあ、そしてグンってカメラ来て。かっこよすぎるだろ、あまりにも。ごめん、ちゃんと全員巻き込んでる。なんかすごい、ちゃんと無料空所食らってる感あるな、これ。この終わらない情報量。村人もゴーレムも。すまんな、村人たち。戻ってくれ、正気に。戻るのか、正気に。意外と普通に生活してるわ、そして。さあ、また夜の世界戻ってきたぞ。じゃあ、そうなると残るは、お待ちかね。挙式紫。結構いろんなね、タクがあんだよな、この挙式紫。4種類もあるぞ。さあ、一旦ちょっと、無加減術を発動しつつ。じゃあ、まずは普通のやつ打ってみるか。さあ、行くぜ。挙式紫。うわかっこいい。若とは俺。うわこの演出すごいな、マジで。さあ次はちゃんと打ってるところかますか。挙式紫。かっこいいけど当てんのちょっとむずいか。さあ次はしっかりこの一人称で当てて。うわ、一人称でもかっけえ。よし、当たったぞ。これが普通の状態だと。もう普通の状態でももう十分すぎないか。そして次は出力を高めた。いくぜ、挙式紫。なんだ、またカメラだ。うわー、すごい。やばい、すごい言ってるセリフを赤と青の演出もめちゃくちゃいいぞ。うわ、すごい。体を合わせて。さあ、挙式紫を。すごいエネルギーだ。で、このまま、やっちまえ。挙式紫。うわもう言うことない。かっこよすぎるか。あまりにも。火力もちゃんと上がってるね。花火の時に打ったやつだよな。ちょっともう一回朝でやってみるか。さっきカメラ暗かったしな。さあ、練って。これで、もう一度かます。わあ、いい、見やすいぞ。さあ、これで。いや、クリーパーが、ちょっと待って。クリーパー、おい邪魔された、めちゃくちゃ。ちょっと時間かかっちゃうけど。さあ、手順をしっかり踏めば、もう、止めらんない、このとんでもない火力をかますことができると。ただ、これよりも、もっともっと、とんでもない紫、打てるからな。じゃあ次は3種類目の挙式紫。200%！下を向いて挙式紫。さあ来たぞ。栄唱してる。さあすごい、カメラのアングルえぐいな。ゾンビめっちゃいいとこにいる。さあこれでフル栄唱かました。 200%。 うわそうそう、以上。ちゃんと栄唱してんだよな。空港変更ガラスと傷病ひょるなざま。すごい、もう朝と夜を行ったり来たりする男。ちょっとやっぱあれだな、カメラの時安心が効かないらしいから、ちょっとちゃんと見える感じでやりたい。こんなんもう一度かますしかないでしょ。さあ行け。さあこれで見やすいぞ。これマジでかっこよすぎないか。あ、見やすい構えが。うわー、すげえかっけえじゃん。さあこれでフル栄唱かませば、このとんでもない火力。いや、まだすげえ削れてる。いや、とんでもないなこれ。これ誰もやっぱ止めらんないわけだ。これが 200% で、もちろん最後の紫無制限もかませますと。じゃあちょっとこれをかまして強敵戦ってみるか。さあ手順はちょっと上向いて、このまま放つだけ。さあ来たぞ。さあ両手広げて、これが無制限の白紫だ。さあ飛んで、うわ何が起きるんだ。さあ青と赤が回ってすごい。さあそして空中に行きつつ、うわすごいエネルギーじゃないこれ。うわ範囲えぐくない？これ全て巻き込んでんじゃない？さあ、これどうだ？わ、待って。あ、もう、あたり一面がボロボロだ。えぐすぎるな、演出がマジで。超かっこいい。もうかっこいいどころじゃないぞ。さあ、じゃあちょっとこのゴージョの力を駆使して、強敵を倒してみるか。現状ね、多分、まだ、敵キャラが存在、そんなしない、あいつ以外しないから、ちょっと今一番マイクラで強そうなのは、ウィザーなんだよね。ちょっとウィザー出していい？さあ、これで OK。果たして、戦えるのか、ウィザー相手に。さあ、まずは、いった、これだからさ。さあ飛んでる敵に対してはこれよ、いけ。さあいいぞ、空中の術基準で吸い込んで、あ、まあただちょっと超強いって感じじゃないな。さあそれなら、いやいけるか、術式順高。さあ吹き飛ばして当たってるぞ。ワンパンできないぐらいか。じゃあそれなら行くぜ、巨石の敵だ。さあまずは一旦すごい栄翔してる時に無限で全部止まってるやつの攻撃が。さあこれならって思ったけど、当てんの超むずそう。これ当たるかな、これ当たってくれ。うわ当たりそうじゃないこれ。さあ巨石の敵だ。めちゃくちゃ外してる。やっぱ当てづらいな、挙式の崎。じゃあそれならもう無料空所で閉じ込めるしかないんじゃないか。さあウィザー相手もこの無料空所かましていく。さあこの中でなら、あ、効いてるすごい超シュールだな今の。さあちゃんと効いてバックにね、ウィザーをちゃんと映し出して、さあ効くのかこれ果たして。いや何回見ても演出がかっこよすぎるし。なんかいるか、いなくない？あ、いた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 。あ、食らってなさそうだな。食らってる時こういうさ、なんか情報量が足りてますよみたいなエフェクト出るんだけど、消えてないしめっちゃ動いてるわ。そしてじゃあ一旦解除するか、効果ないならわかんない、あるのかもしれないけど打ってみるか。じゃあさあもう全てを壊していく無制限の挙式の崎。なんか一緒に上がってる、これ吸い込まれてんのかやつ。さあこのままかますぜ、無制限の挙式紫。さあ効くのかウィザーにこれ。さあもう全てを破壊する、巻き込んでいく、これが無制限。さあこれでこれもしかしたらあそこに煙があったけど消し済みにしてるな。もうウィザーすら全然怖くない。これが五条か。すべてがかっこいい。まだ俺の知らない呪術廻戦がありそうだな。五条極の旅。もう感覚バグっちゃうよ俺。